薪がもう消えています。ほんと中にちょっとくねってるのがあるかなぐらいですかね。そうなのでちょうどいいかなと思って今から配信してきます。ヘアアレンジ配信です。今こんなボサボサですけど、あっという間に可愛く可愛くふわふわな感じにしたいと思います。これからやる巻き方っていうか巻きは結構あのもう時間がなくてもお手軽にできちゃうみたいな感じの巻きをやっていこうと思います。ほっで、ね、私汗かくとここねあの癖っ気なのでくねるんですよ。これでこいつもなんとかねしていきたいと思います。まず最初にストレートアイロンを使ってこのくねくねのやつとかちょっと直していきたいと思います。ほらめっちゃくねくねなの。とりあえずここで分けるから、結構配信前とかこうやってピンしてることが多くてこうやって止めてたりします。ほらくねくね、ここやばいでしょ。本当にこれが嫌なんです。私は汗かいたりするとこうなっちゃうのすぐ。でこいつを戻すのがね結構大変なんですよ。巻くよりも大変ですから。これストレートアイロン今温めてて、ふう簡単にねやっていきます。熱を加えていきます。この前髪と後ろの髪の境目とかがね結構私はくねるので何回かこう通していくんですけど、こいつなんですよ。こいつがひょっ前髪も伸びてきましたね。今ねちょうどいい感じ。そうカホも今日ヘアアレンジ配信って言ってたよっ。あいい感じになったんじゃない。もう私はもういつも素早くやっちゃうのでパッパッパッとほらキャーンキラーン、いい感じになりましたね。ちょっとうねってるけどまあいっか。こんな感じですね。そしたらもうストレートアイロンさよならしてすぐその巻く方のカールのアイロンを温めていきます。私は結構あの巻きがすぐ取れちゃう人なので、あのね多分普通の子は180度とかかな、180度とかが多いと思うんですけど、私190度とかでやっちゃう時あります。もうすぐ巻きが取れちゃうんですよ。可愛い、ありがとうございます。そう今温めてます。何のアイロン使ってる？クレイツ使ってます。これすごいいい。あ、温まったということで私はねまず巻く前にこう2つこう分けて毛先だけねまず最初に巻いていくんですけど、およおおこう毛先だけねくるーっと巻いていきます。ケープはねするんですけどなかなかねキープができないのよ私の髪の毛。こんな感じで結構思い切って巻いちゃって大丈夫。あの跡が何つきにくいよっていう方はで、こっち側も同じように巻いていきます。私は
とりあえず全部内巻きにしちゃいます。こんな感じでキューッとしたらこんな感じでなります。ちょっと気に食わなかったんでもう一回やりますマックス使ったことあります。でも基本私はケープかな。ケープ、なんかケープってつけすぎも良くないみたいで、なんか私前まで結構すぐ取れちゃうからさ、もうこれでも買ってぐらいつけてたんですけど、なんか逆効果で、それが私は最近軽くつけてます。なのでじゃあこっちから巻いていこう。まず巻いてく、もうよいしょ、立ち膝でやろう巻いてく髪の方を一回後ろにやっちゃって、この顔周りの毛だけ最初巻いていきたいと思います。外巻きで、顔周りは外巻きでいいと思います。こうくるんと巻いていきます。取れちゃった、鏡見てやろうかな。まあこんな感じで、はい、巻けました。そうしましたら次の、よいしょ、次の束を持ってきて巻いてきます。次はね、内巻き。私は結構ミックス巻きが好きなので、外巻きにしたら次内巻きって交互にやっていきます。でね、くるーんと、はい、こんな感じです。内巻きに巻けました。そしたらまた次こっちの束を持ってきて、さっき内巻きだったので外巻きに巻いていきます。結構ね、後ろの方は見えないので軽くでも大丈夫だと思うけど、私は一応念のためというか、そのすぐ巻きが取れちゃうので後ろの髪の毛も結構こうやってじっくりやってますね。たら巻けた。ですぐにね、ほぐさないのがコツです。すぐに巻いた後にほぐしちゃうと、私は巻きがね、すぐ取れちゃうので、私は全部巻き終わった後にほぐします。次こっちの髪の毛いきますね。片方終わったから外巻きです。顔周りは私は絶対外巻きにします。なんか内巻きにしちゃうとなんか顔がでかく見えるっていうか個人的にあんまり好きではないので。だるまありがとうございます。はい、次内巻きで、なんか巻きがねすぐ取れちゃう方のために豆知識なんですけど、私もそうなんですよ。なのでなんか結構いろいろ調べたりとかして、なんか巻くときにやっぱ少ない量で巻いた方がいいらしいんですよ。私は結構今大雑把に巻いちゃってるけど、あ、もう次でラストだ、これで終わりだ。ね、わかる。衣装っていうかさ、今すごいだるぎだからなんかおかしい感じ。コテはね32かな、これ32ミリです。
おい、おり終わり終了したちょっと椅子に座るよで今こういう感じじゃないですか。ほぐすほぐしましてで、なんか気に食わないところがあったらまたこういうところとかちょっとなんか微妙みたいなところを巻いていく。もうとりあえず後ろの髪の毛巻けちゃえばもう安心するじゃないですか。時間とかない時とかもとりあえず巻けてるからあと調節すればいいやみたいな感じの。こうやってね上だけ取って巻いていくとボリューミーになります。はい、そう、なんかささっきまで踊ってたっていうか体を動かしてたんでめっちゃ暑い。今エアコンかけてるんだけどそれでも暑い。汗やばかったもんだって15分前くらいの時。もう暑すぎてもうずっとデコ出してたから。そうヘアアレンジ配信だから乾かさないとって思ってエアコンかけてそう。はい、こんな感じで終わりました。もう結構15分も経たなかったかな。私はこんな感じでいつもやっててこんな感じ。ゆるふわなんか本当はケープとかするんですけど、まあもう家だしここも行かないから終わりって感じ。こんな感じで負けました。ゆるふわな感じですね。そうなんかもっとがっつり巻きたいときはもっと時間かけてやるんですけど、まあこんな感じ。ゆるふわもいいですよね。前髪はいつも同じですね。いつもこっちで分けてます。なんか一時期変えたことあったんですけどなんかやっぱりこっちだなって思いました。なんか安定にこっちできました。どうですかね。ありがとうございます。巻き髪いいね。ありがとう。イエーイさっきのさ配信開始の時の私との差よ。光飛んでる。イエーイ。結構髪の毛も伸びてきて巻く時すごく楽っていうかまあ楽になりましたね。どうもありがとう。こんな感じでなんか服がまあこんなパーカーなんですけど、そうボサーヤから変身しましたそう なんだろうねこの前髪。前髪がね嫌なんですよいつも。なんかこの分け目これどっちなんだろうっていつも思っちゃう。こうでもいい。写真撮るときとか結構前髪気にしちゃう。こうですね。ギフトありがとうございます。そう長い方が巻きやすいんですよ。そしてケープをつけていないからすでに撮れそうで怖いっていう。配信終わったらビフォーアフターで写真載せたいから
前髪はいつもそうですね、同じぐらいの長さキープしてますね。うん、このぐらいに来るようにしてます。私はなんか巻いた時にこのぐらいに来るようにとか、逆に巻かない時は何もしないでここに来るようにしてます。このね、絶妙な位置が好きです私は。はい、そう、え、なんかめっちゃ早く終わってしまったから、なんかしますかね、この辺アレンジしますか。なんか巻き髪の時はそんな何かしたりしないんですけど、この辺とか、タコちゃんありがとうございます。タコを食べたいですね、タコ。この辺三つ編みっていうか編み込んだら可愛くなるんじゃないですか。今大人っぽいから、あ、でもなんか変だな。上の方からやんないと。これでいいですか。もうこれでいいかな。編み込むのは違う。何がいいんだろう、みんな。ハーフアップとか、ハーフツイン。いや、痛い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 。いやー、ツインテール、巻き髪ツインってやつですか。ツインテが多いのでツインテにします。よっこらよっこら、ほい、こう触覚を出して、ゆるい感じにしようかね。巻きがゆるいし、この辺汗かいてる。最強ツインテール思い出しますね、 TikTok のよ。はい、なんだこれ。なんだこれ、なんかなんだいこれ。お、落ち着いた。はい、できました。できた。かわいい、ありがとうございます。でも伸びたよね、ほんと髪の毛ふわふわな感じ。若くなりますか。いいね、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。でもね、全然印象変わりますよね。なんかさっきはなんか大人っぽくてなんかゴージャスな感じだったけど、ツインテールにすると一気に、いや、ゴージャスどこ行ったって感じ。ぶりっ子ポーズお願いします。ぶりっ子ポーズ、誰もありがとうございます。はい、ゆめちゃんっぽい、本当っていうか、昨日もうなんか寝すぎててやばかった昨日。めっちゃ結構ね、何時に寝たんだろう、でも本当にすっごい早い時間から寝て、ずっと寝てました。
山ありがとうございます、ありがとうございます。で夢をめちゃめちゃ見て、でも覚えてるのがね3個ぐらいしかなかったけど、結構ねなんか起きてすぐは夢覚えてるんだよね。なんか夢占いとかするのが好きで覚えててすぐそう夢占ってって感じ。メール来てないから寝てるなと。なるほど。最大睡眠時間、でも本当寝ててくださいって言われれば一生寝てられると思います私。うん、一回の眠りでめっちゃ夢見る。うん、なんかねコロコロ変わる、コロコロって。でも大体忘れちゃうけど、今日は何の夢見たっけ。メールで送ったんだよね。あれだ、なんかおばあちゃん家にいて冷蔵庫になんかケーキとかめっちゃ甘いものが入ってて、でそれをもう食べちゃったっていう夢を見て、ああやったわって思ったけど夢でよかったって思って。あとヒノが出てきましたね。そう、いやめっちゃ罪悪感、もうなんかケーキもうめちゃめちゃ入ってたんですよ、なんか冷蔵庫にもうパンパンぐらい、それを食べてしまったっていう。ね、なんかなんでだろう、なんかケーキ食べたかったのかな。怖い夢は最近は見ないですね。うん、たまに、ほんとたまにって感じ。でも怖い夢って本当に嫌ですよね、焦る。お腹空いてたのかな。この紙なら冷蔵庫踊れる。あれはでも私がやったらちょっと年齢オーバー。踊ったことないけど、なんだろうね、この髪型だったらなんだろう、でも記憶のジレンマは絶対違う。可愛いけどなんだろうな、ジェリービーンズとかかな。ジェリービーンズ、隣のバナナとか、JK に見える。本当ですか、スカヒラ。あ、スカヒラ、でもさ研究生公演で私がスカヒラで出てきたらどうする、ツインテールで。私いつも星の温度だから最後まで出てこないじゃんユニット。でもクラスメイトでいきなりじゃんみたいな。みたいな。お前違うから帰れってなる。ね、あ、間違えましたって言って帰るわ。ね、でも私星の温度の衣装好きなんですよ、赤真っ赤な衣装で、なんかスケート選手みたいな感じの衣装、フィギュアスケートみたいな、なんか可愛いですよねあれ、なんかヒラヒラしてて。ラスベガスのクマ持ってほしい。あれはいいですよね。ラスベガス私もすごい好きなのでいつかやりたいです。多分私だったらベアーヤを担ぐと思います。あ、でも3人だからウサーヤとベアーヤとネイヤンでいいか、クマじゃないっていう。赤い衣装似合う、ありがとうございます、嬉しい。なんか結構赤の衣装似合うって言われること多くなった、多分衣装が赤多いからかな。
嬉しい。アナグリか。でもあれすごい緊張しそうですよね。なんかやっぱもう歌って感じだから。私結構声ガスガスになる時あるからさ、もし歌ってる途中にこの間みたいな、すっごいなんかやばい声がね出たら恥ずかしいね。精神時計の一緒とってもお似合いです。ありがとうございます。まだ1回しか来たことないのでまた来たいですね。でも結構 NGT の衣装ね、全部可愛いから全部着たい。逆に皆さんは私が着てた衣装で何が一番好き？あー着てみたい。モニカ、モニカ左の腕懐かしい。武器衣装も安定だよね。ほんとね、いいよねあれね。左の腕ね、ドローンか。ハロウィン、おお海賊衣装は、まあ、確かにあれすごい良かった皆さんからの反響良かった。ドランジェラシーの衣装ね、なんかもう全然着てないから最近着たいです。ずっとポニーテールだったし、あの時なんかまたなんか違った髪型で着たいね、なんか下ろしたいよねあの衣装は思っちゃうよ私は。愛の毛布の衣装可愛いですよね。記憶のジレンマ、あ私も好きです。なんかもう清楚って感じ。なんか記憶のジレンマの衣装で靴が本当に可愛いんです。みんな靴、足元注目誰の靴だったっけ、なんか誰だったっけな、カホかな、靴がなんかシンデレラみたいな靴なの、ガラスの靴みたいな感じでめっちゃ可愛い。そう、なんかめっちゃ可愛いのみんな。スカートとかもなんか私が着させていただいてた曲のジレンマのスカートがなんかすごい好きで、自分的になんかデニム、白のデニムでなんかおしゃれおしゃれなのよ。だから見てください。そう、一人一人違うので細かいところまで見てねってはい、ということで今日はヘアアレンジ配信をしてなんかいろいろ話したんですけど、いかがだったでしょうか。最初巻き髪してなんかツインテールになってるんですけどはい、こんな感じでできました、イエイ見てくださってありがとうございました。今日もコメントもギフトもありがとう、嬉しいです。また配信するときお伝えするので、よかったらフォローしてない方はフォローしてまた見に来てください。ありがとうございました。ビフォーアフター載せます。755でいいかなそれは。で他の写真はメールとかに載せたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。